1ヶ月の猶予。1ヶ月、岩戸の中には、ワノ国の。ワノ国の大剣豪、俺の戦力になるなら、ここから出してやる。その間、冷静になって、飯を持ってこい。一人分だけだ。なあ、さっき、そのまさかだ。立ち上がったすべての。それが、あいつらだ。お侍さんに嫌われるこ。食べなさい。本当？侍は腹などすかぬものだ。いただきます。僕はゴルゴム。手を挙げろ。聞いていたさ。お侍さんの名前は？何がしとでも呼んでくれ。友達なんですか？そんなとこ。何がしの皆さんに日誌を読みたいんで。おでんの公開日誌。最後の島に着いたロジャーはあの時笑ってた。名前をロジャーはラフテルと名付けた。ワンピース。10日は過ぎ海へ出た。それは心。もっともっと以来の戦に参戦いた拙者たちはお主をこのまま衰弱しなどごめん。カイドウに屈する気なない。あの国を頼んだ。